これはあの数年前に東京都品川区在住のハヤトさんというまあ、仮のお名前ですけどね、ハヤトさんという男性から聞いたお話です。ハヤトさんには同じ品川育ちの親友がおりました。名前を仮にシンゴさんとしておきますね。ハヤトさんとシンゴさんは家が近所で、でまあ幼稚園、小学校、中学校、なんと高校も ずっと同じ学校に通っていたそうです、まあ、いわゆる竹馬の友ですね2人は大変仲が良かったそれで高校を卒業するとなった時に、まあ、大学がそれぞれ決まったところがこの大学これはついに別々の大学に行くことになったわけです2人は計画を立てましてまあとうとう別々の学校に行くことになった だから大学入学前に卒業旅行に行こうと。でまあ卒業旅行どんなふうな旅行にするかこれはですねまず目的地としてたまたまですがその少し前に隼人さんの、まあ、仲のいい親戚のおじさんこのおじさんが、まあ、ご結婚されて京都の方にお家を買われた。おじさん家に行けばいい おじさんからはね前々からねあの遊びにおいでよって言われてたんですよそれで目的地をおじさん家に行くで2人で京都観光すればいいと品川から京都まで新幹線で行ったらすぐですでもそれじゃ面白くない2人は自転車で行くことにしましたでどんなふうに行くかこれはね品川からまず小田原に行くんですで小田原観光する。 それから熱海の方に行くで海沿いの町をじゅんぐりに見ていくんですね、まあ、静岡とか浜松とかねどんどん走っていくで名古屋を経由してそして滋賀県に行くで滋賀県では琵琶湖の辺りで、まあ、観光をしようとちょっと休もうということになったで琵琶湖の辺を見たらそしたら最後に京都のおじさん地に向かえばいいとこういう計画を立てたんです。 でまあねあしんごくんはそのためにわざわざデジタルカメラを買いました。であのデジカメでこれで旅の記録をつけるっていうんですね。まあ、何しろデジカメにはほら日付も残りますからねいい記念になるというわけなんですよ。それでまあ2人は出発しました。3月上旬のことでしたで品川から出発して、まあ、どん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 自転車で移動していくわけですね。 で途中まで順調でしたまあ大変に、まあ、2人ともね体力がなかった、まあ、自転車ねそれだけの距離こいでいくの大変ですだい大体ですけど計算してみたらまあ全部で5 0 0ロ以上はあるんですよねうんまあ五日やそこら見てたんですけど次第次第に遅れ遅れになっていくんですね焦りも出てくるでまあくたびれ張って,てますから琵琶湖のあたりでは1日休みました で休んだんですけどまあ疲れが取れてなかったんでしょうね琵琶湖から京都に向かうその日です朝旅館を立って出発して間もなく慎吾さんが自転車の前輪で路跡を踏んでしまってまあものすごい勢いで前のめりに転んでしまったんですね大丈夫か慎吾と、うん、ハイドさんすぐ駆け寄りました慎吾さん痛そうな顔をして立ち上がってうん。 大丈夫大丈夫大丈夫パンクもしてないみたいだしあ,あとついてから「お前いいよ先立って」「分かった」まあ二人気を取り直してまた走り始めるまあその日のうちになんとかおじさん家にたどり着くことはできそうでしたもう日が暮れてしまったんですけれども、まあ、おじさんの家 すぐそこに見えてきた。ああ、あれだよ。あれあれ。僕のおじさんちあそこだ。すぐそこだよ。で、まあ、ところがその時ですね、しんごさん急に自転車を止め,止めて、隼人、待って。って言うんです。どうしたと、隼人さん振り向いた。しんごさん、妙な顔をして、隼人のことをじーっと見る。僕、 やっぱりおじさん家行けないや」という「ここから自分家帰るよ」何言ってんの慎吾えどうしたの急に慎吾さんいつになく頑固な感じで「ダメだ僕絶対行けない東京に戻らないと」って言うんですえ まあ驚いて隼人さん改めて慎吾さんのことをよくよく見ましたするとね慎吾さんすごく顔色悪いんです何かねもう、まあ、辺り暗いんですよでも街灯なんかでなんとなく見えますよね青ざめているというよりもう土気色本当に血の毛がないんですおまけにちょっと目も座ってる感じで焦点が合ってるんだか合ってないんだか表情もおかしい おい、おい、大丈夫かよ。お前具合悪いのすぐさ、病院連れてってもらおうよ。ほら、もうすぐ、ほら、そこおじさん家だから、ちょっと頑張って、ね。って言う。ところが、慎吾さん、自転車にまたがったまま。自転車から離れようとしないんですね。ダメだ。僕、どうしてもどうしても、東京に戻らないとダメなんだよ。そんなこと言う。 もうそこで押し問答です。隼人さん、しまいにはちょっとカッと来て、もう勝手にしろよと言ってしまった。すると、慎吾さんは、うん、と一つうなずいて、後ろを向いて走り去ってしまったんです。隼人さんは慌ててその後を追いかけようとしました。ところが疲れきっているはずの、 しかも具合が悪そうだった、シンゴさんの自転車の速いこと早いこと、信じられないような速さで、どん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 遠ざかっていくんです。とても追いつけませんでした。ヤトさんは諦めて、おじさんの家にまず行きました。インターホンをした。ピンポン。おじさんが、はい、と出た。ヤトさん、言いました。ヤトです。 到着しました。でも、シンゴが、おじさん、皆まで言わせずにすぐに飛び出してきました。おう、はやと大丈夫かあ、あのえ、僕はいいんですけど、あの、シンゴが、うんうん、あの、えっ、ー、と、シンゴくんね、今ね、あの、滋賀県の病院にいるんだけど、もうダメかもしれない。こんなこと言うんですよ。どういうことかというと、 琵琶湖のそばの旅館を建ってちょっと行ったところで慎吾くん転びましたよねそこに倒れていたそして発見されて病院に搬送されたしかしもう意識が戻らないおそらく助からないという状況だったということなんですねでこういう連絡を受けていたので えおじさんはヤトさんに一生懸命連絡取ろうとしていたところがヤトさんには一向に連絡が取れなかったそれを聞いてヤトさんびっくりしまして「そんなわけないよだってさっきまで一緒にいたんだもん」と言って慎吾さんの携帯電話に電話話にをかけましい。あこれはおかしいということになってとりあえずえおじさんとヤトさんも 慎吾さんの入院しているという病院に駆けつけました隣住には残念ながら間に合いませんでしたそこには慎吾さんのご両親とハヤトさんのご両親ももう来ていた死に顔を見ると間違いなくそれは慎吾さんでしたそんなわけはないんですでも慎吾さんが亡くなったことはもう厳然たる事実です さんすごく悲しかったすごく悲しかったんですけれども嘆き悲しむ一方でちょっと心配しておりましたその心配というのは一体何かというと僕はもしかすると慎吾のご両親に誤解されてしまうかもしれないなと思っていたんです親友を見捨てて勝手におじさん家に行った倒れてる慎吾をそのままにして 置き去りにして自転車をこぎ続けたそんな人間だと思われてしまうに違いないそう思いましただってそうですよね慎吾さんが発見された場所それは今朝慎吾さんが転んだ場所でしたおかしいじゃありませんかでもこれは現実なんですよところがです これはでですすねねに終わったんです、ね、慎吾さんのご両親さんが言い訳をしようとすると「大丈夫分かってる信じられないようなことだけれどもまあ奇跡が起きたんだよ」とこうおっしゃるんですね慎吾さんのデジタルカメラこれが倒れていた時の慎吾さんの持ち物の中にありました。これを見てみたら そこにはあの日付も時刻も入ってるわけですよね。その日の朝からおじさんちの近くに来るまでの記録が残っていたんですよ。そう確かにね、慎吾さんが転んだ後、まあ再出発したその後も何遍か写真を撮りました。その写真があったんです。だから 慎吾さんのご両親は、ハヤトさんに、慎吾は倒れてからも心はハヤトんと一緒に旅行を続けてたんだね、というふうにおっしゃったそうです。慎吾さんの死因というのは、心臓浸透だったそうなんですね。で心臓浸透というのは、胸を強く打つとまあ、心臓が止まってしまう。それでまあお亡くなりになることも多い、そういう状況だそうです。 脳震動ってありますけどねあれの心臓板みたいな感じですね、まあ、多分慎吾さんは転んだ時にハンドルか何かで胸を強く打ったんでしょうねそれで心臓震動を起こした起こした後もしばらく動けることもあるそうなんですが結局はまあお亡くなりになってしまったんですねであのまあ大学入学する前日あたりだったらしいんですけれどもヤトさん花束を持って 慎吾さんがその転んだ場所、発見された場所に、あの、訪ねてみた。そうなんですよ。で、まあ、隼人さん、考えたんですね。慎吾が亡くなったのは、ここなんじゃないかと。まあ、確かにね、慎吾さん、息を引き取ったのは病院でした。しかし、あの後、慎吾の幽霊が僕の後をついてきたということは、慎吾が亡くなったのは。 この場所だというふうに言えるんじゃないかというふうに彼なりに考えたわけですそこでそこを訪れて慎吾さんが転んだあたりに花を供えましたそして手を合わせたするとその瞬間耳元でさようならと慎吾さんの声がしたそうですだからハヤトさんも心の中でさようなら と別れを告げたとそんなお話でした。うん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 一応あります。えっ、ー、とね短大を卒業した時ですねはいあの女友達とバリ島に行きましたごめんバブルでしたすいません何か申し訳ないような感じがしてきた。 This.